おちゃんをリフトしなきゃいけないということは、国の宝をリフトするということなので、まおちゃんには感謝してもしきれません。皆様、本日は、ビヨンドエアウィーヴスペシャル公演にお越しいただきありがとうございました。エアウィーヴさんとの出会いは私が19歳の時なんですが、現役時代の頃からずっと今までお世話になっています。また再びこうして素晴らしい舞台で滑ることができてとても幸せです。ありがとうございました。このビヨンドは去年の9月からスタートして、全国を回ってきたんですが、ようやく最後の地立川にたどり着くことができました。今回のこのエアウィーヴ公演が101回目ということで、今回も無事に終えることができてとてもホッとしています。私たちの中ではカウントダウンに入っているんですが、この時間は、スケーター1名にこのビヨンドの思いを、皆さんに伝えてもらおうかと思い、今回も1名ビヨンドに思いを伝えてもらいたいと思います。今日はりょうくんです。こんにちは、柴田亮です。この立川公演は、15公演ということでとても長い公演になるので、体力的にもすごく大変なんですけれども、エアウィーヴさんのマットレスを毎日使わせていただいてとても快適に過ごさせていただいています。本当にこのビヨンドをスタートしたときに、真央ちゃんとペアを滑ることになるということで、僕の中ではとても不安がありました。真央ちゃんをリフトしなきゃいけないということは、国の宝をリフトするということなので、本当に本当にプレッシャーがすごくて、真央ちゃんにその不安を打ち明けたことがあるんですけれども、その時に真央ちゃんからこんな言葉をいただきました。私はペアの技とか危険なことはもちろん理解しているし、りょうくんとだったら絶対にできると思う。私も覚悟を持ってこのペアを成功させたいと思っているという言葉をいただきました。その言葉をいただいたときに、僕の中で覚悟が決まりました。そしてシェヘラザードという素晴らしい演目を真央ちゃんからプレゼントしていただきました。プログラムは僕の人生の中で
一番素晴らしい作品です。なおちゃんには感謝してもしきれません。そして約2年前この「ビヨンド」がスタートしたんですけれども、練習をする上で楽しいこともたくさんありました。でもぶつかり合うことももちろんたくさんありました。そんな時にメンバー全員で話し合って解決して前に進んで、たくさんのことをビヨンドしてきました。レオニーはいつも堂々としていて、最年少にもかかわらずいつも頼りにしてました。ミクにはいつもドッキリを仕掛けてそれでもいつも慕ってくれて、本当の妹のようで、いつも大好きですエルにはいつも明るくて独創的で、いつも優しくて素敵な人と出会えたなと思って、一緒に滑ることがすごく嬉しかったです。ゆらちゃんにもいつもドッキリを仕掛けてたんですけどもたまにゆらちゃんはドッキリを手伝ってくれてビデオを回してくださいました。いつもキラキラ笑顔で滑るゆらちゃんが大好きです。たか、いつも誰にでも優しくて、優しすぎていろいろ溜め込んでしまう性格なんですが、たまには僕に吐き出してください。なあはいつも可愛くて子猫のように僕にいつもついてきてりょうくんって来てくれましたね。とても嬉しかったです。これからもよろしくね。シュウは小さい時から子犬のように僕の背中を追いかけてきて、今でも本当の弟のように思っています。いつもありがとう。はるちゃん、いつもぽわーっとしていてあれ、はるちゃん何考えてるのかなって思うこともあるんですけど、実は中身はしっかりしていて、年下なんですけどお姉さんのようで、いつも安心感がありました。大和くん、いつも、え、なん
で笑ってるんですか。いつもおふざけモードですが、僕が調子の悪い時にさっと来てくれて、アドバイスをしてくれて、そのアドバイスは魔法のようで、すぐに調子を取り戻して、いつも頼りにしてました。ありがとうございます。まおちゃん、まおちゃんには、たくさんのことを、言いたいんですが、一言だけありがとうと伝えたいです。本当にありがとうございます。メンバーと主催であるヒーローズ様、そしてこのビヨンドに関わってくださった全ての方々、ここに足を運んでくださったお客様、全ての方に感謝をしています。本当にありがとうございました。連絡したのがりょうくんで、私と一緒にペアをやってくれないかなっていう連絡をしました。そこからすぐにやりたいと言ってくれて、個事業をやっていたんですが、それをやめてここのビヨンドに来てくれました。10人のメンバーが集まって、準備期間中から公演までたくさんのことがあったんですが、みんなで力を合わせて乗り越えてここまで来ることができました。そして101回目の公演を迎えられたのも、この最高のメンバー、そして素晴らしいスタッフの皆様、そして何より、お忙しい中ここに足を運んでくださった皆様のおかげです。本当にありがとうございます。このビヨンドも明日最後2公演のみとなります。明日の1公演目と2公演目の間もエアウィーヴのマットレスでしっかり睡眠をとって最後まで無事に抜けたいと思います。ビヨンドは乗り越えるという意味です。このアイスショーを皆さんに見ていただいて、少しでも日々の乗り越える力になれればと、私たちは今日 150% 全力でビヨンドの世界をお届けしました。これからもエアウィーヴさん、よろしくお願いいたします。本日は皆さんどうもありがとうございました。